ダミアン・レーンは、オーストラリアを拠点とする騎手。西オーストラリア州出身。父マイケルは調教師、母のビッキーも、元調教師という競馬一家の6人兄弟の長男として生まれる。物心がつく前から乗馬を始め、10歳の頃には、牧場で調教に乗るようになる。2009年、15歳で見習い騎手としてデビュー。芝競馬が盛んなオーストラリアだが初騎乗はダート。 出会った。まもなく、高校を中退式種の道へ進む。2013年10月に、フレミントン競馬場のエドワード・マニホールド・ステークスで、セソーバーに起乗し、重賞初制覇。2014年9月に、インビテーション・ステークスに、ダレン・ウィアー旧者のトラスト・イン・ナガストで、初勝利。2017年には日本からの遺跡場ブレイブスマッシュで、 リステッド競争を日本調教馬、当選スターダムで G1.2 競争を勝利している。デビュー以来日本の競馬に関心を持ち、2019年に初めて短期機種免許制度を行使し、日本の中央競馬で起場を開始。身元引受調教師は堀信幸、契約場所は吉田和子。4月29日、平成最後の JRA 重賞である第41回。 新潟大賞1をメールドグラースで勝利し、JRA 重賞初制覇。5月12日には第14回ビクトリアマイルをノームコアで勝利し、JRAGI 初制覇。6月23日の第60回宝塚記念をリスグラ州で制止 JRAGI2 勝目を飾った。後、地方競馬でも短期免許を取得して6月26日の 第42回定王賞をオメガパフュームで制しジェイプニー初制覇。10月にはオーストラリアで日本から遠征したメールドグラースに騎乗し、コーフィールドカップをリスグラ州でコックスプレートを制覇。年末には同一場での年内 GI2 賞の特例により、第64回アリマ記念が行われる12月22日のみ限定で騎乗。 同競争をリスグラ州に騎乗して優勝した。第60回宝塚記念でリスグラ州号に騎乗。ありがとうございます。